すいません、申し訳ない。なかなか報道されてないので、知らない方がいらっしゃるかもしれませんけども、日本政府はブラジルと原子力協定を結んで日本、ブラジルに原発を輸出しようとしています、で実はですね、なんで日本ブラジルと原子力協定を結ぶかといいますと、ブラジルの原子力のパートナーはドイツだったんですね。ところがドイツが日本の事故で脱原発を決めました。その結果パートナーがいなくなってしまう。そこで日本がしゃしゃり出てきたわけです。日本の事故によってドイツがやめる、日本こそが原発をやめなければいけないにもかかわらず、逆にドイツがやめた後釜を日本は虎視眈々と狙ってるんです。こうしたことがほとんど議論もされないまま、報道もされないまま、実は6月末にですね、もう合意されるっていうところまで行ってました。しかし皆さんご存知だと思いますけど、コンフェデレーションカップというのがあって、そこでブラジルの人々はワールドカップやオリンピックじゃなくって教育や福祉にお金を使えというふうな怒りで、ブラジル中を揺れ動かしました。その結果大統領、ブラジル大統領は日本に来れなくなって、その話が一旦途切れました。しかし年内にブラジル大統領は日本に来て、日本がそこと、ブラジルと、に、原発を輸出しようとしています。やはりその問題は絶対これは許せないと思うんですね。いろんな意味で許せないと思うんですね、特にですね、原発は事故を起こさなければいいというものではありません、ブラジルにはね、ウラン鉱山があるんです。そのウラン鉱山ではウランを掘るたんびに地下水が汚染されてしまいます。でウラン鉱山のそばに住んでる住民はこの汚染水に毎日怯えながら生きてます。白血病とかがんの人たちが多いんです。だけどそのことに対する、調査、しっかりした調査は行われてません。でそれが拡大されてしまう、ウラン鉱山が大きくなってしまう、さらには原発事故が起きれば、原発が事故が起きてしまうとリオもサンパウロももう住めないところになってしまうかもしれません。そういう事故が起こらないためにも、やはりこの日本とブラジルの原子力協定は絶対に許したくないんです。しかしなかなかこの問題知らない人が多いので、今日ぜひこのブラジルと原子力協定が結ばれようとしている、それに対して反対している人たちがいるということをぜひ覚えて帰ってください。そして友人の方たちにもぜひ伝えてください。よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。本当に輸出もね、反対です。